こんにちは、松本潤です。いつもナチュラリゼーションの通信講座、この動画もしくは、メールマガジンを読んでいただいてありがとうございます。今回から、ナチュラリゼーションの動画をちょっと YouTube らしく、撮ってみようかなと思って、今回から、このような感じでやっていこうかなと思います。ナチュラリゼーション 4.0 も、12回目、今回が最後になりました。動画を撮り始めたのはナチュラリゼーション 2.0 からですか。ですから、あれから約 3,4 年過ぎてます。ナチュラリゼーションというのは、この2.0 から 4.0 までは、どちらかというと似たようなバージョンアップしていったっていう感じの、進化の仕方ですが、来年から2020年からナチュラリゼーションエボというエボリューション、全く新しいナチュラリゼーションを作っていこうかなと思います。今までのナチュラリゼーションをもうぶっ潰す、壊していくつもりで、新しいものを来年から作っていこうかなと思います。今回は、4.0 の12回目メニューで言えば高映えになります。ハイハイでしっかりと骨盤で支持するということを覚えた後は、この高映えというのをぜひやってみてください。それでは、高映えの動画をお見せいたします。はい、それでは高映えをやってみます。ご覧ください。はい、これがナチュラリゼーションの高映えの運動になります。体が硬い方は、股関節が硬い方は、手と足が離れてしまう初心者の方は、こういう手と足が離れた高映えになりがちです。でも、ナチュラリゼーションでの高映えというのは、できるだけ手と足を近づけて、前屈姿勢ぐらいでちょっと軽く膝を曲げます。できるだけ腰の位置を高くして、骨盤を前傾させてください。ここで丸くなってはいけません。しっかり骨盤を前傾させて、このまま歩く。骨盤を前傾させて歩く。なかなか、股関節が硬い方は難しいですが、たくさんやっていくとハムストリングも、柔らかくなって、腰の高い高映えができるようになります。これができるようになると、立った姿勢でも走った姿勢でも骨盤が後傾しなくなります。アフリカ人のようなキュッと骨盤が前傾した正しい前傾姿勢を作れるようになります。はい、それでは中級コースの、レッスン12は12月は何をするかと言いますと、この高映えをできるだけたくさんやってください。中級コースの一つの目安としては、
500m。 まあ休み休みでいいので、500m の高バイをやってください。初級コースは、こういった室内で少しずつやられるのもいいと思います。中級コースの課題は 500m をやってください。はい、それでは、上級コース、レッスン12の上級コースは、何をしたらいいかと言いますと、これは上級コースなので、中級コースでは、500m の高バイをやってくださいと言いました。上級コースは非常に、ハードル高いんですが、僕は、京都の比叡山、約 800m 以上ある山を高バイで登っていきました。ですから山を高バイで登るというのが上級コースの一つの課題です。たくさんやると手首が痛くなるのであまり無理しないでください。私でも最初はいきなり比叡山を登りきることはできませんでした。何回かチャレンジして一番下から頂上まで行けるようになりましたが、約5時間ぐらいかかりました。ですから皆さんも少しずつ高バイの距離を増やしていって、できたら春か秋の方がいいです。冬とか真夏はちょっと体力的に厳しいので、ぜひ山を登る、高バイで山を登るということを上級コースの、一つの最後の課題としてやってみてください。では頑張ってください。はい、これで、ナチュラリゼーション 4.0、全12回のレッスン、指導ビデオを終わらせていただきます。ぜひもう一回レッスン1から、繰り返して復習をしてみてください。ナチュラリゼーションに終わりはないので、継続していくことが大事です。でも私の、アドバイスとしましたら、どうしても自分の苦手なところレッスンっていうのは飛ばしてしまう傾向があるので、そこ苦手なところから逃げないです。苦手なところこそあなたを成長させる、ハードルになってますので、ぜひ全12回満遍なくやってみてください。1年間ありがとうございました。